怪人二十面相と少年探偵団は宝塚映像が制作し関西テレビ半球ドラマシリーズ枠で放送された小林義夫率いる少年探偵団と明智小五郎探偵が寝出鬼没の回答怪人二十面相に立ち向かうテレビサスペンスドラマである百八十三年十月七日から百八十四年三月三十日まで放映され 続いて1984年4月6日から同年9月28日までが同一スタッフによってパート2として放映された。ここではパート2についても記述する。江戸川乱歩の有名な少年少女向け小説シリーズである少年探偵シリーズから明智小五郎探偵、怪人20面相のキャラクターを拝借し、現代の関西を舞台にオリジナルストーリーを 展開したフィルム作品。関西テレビ制作であることから、物語の舞台は、関西、阪神館となり、ロケ地も宝塚、天ヶ崎、西宮、芦屋、神戸といった、阪急沿線界隈を中心に撮影されている。明智探偵に事件を持ち込むのも、西宮南署という、関西の実在の地名のついた、架空の警察署である。閑静な高級住宅街が多い。 宝塚や芦屋の山の手での半球沿線ロケによって原作における戦前の麻布近辺と共通した雰囲気を狙っているほか神戸港近辺の異国情緒もドラマを盛り立てている監督は東方出身の二人が交代で当たった劇中舞台は関西地方ではあるがごく一部のキャラクターを例外として関西弁や関西なまりは用いられずセリフには 標準語が使われている。半球ドラマシリーズ初のナレーションを起用した作品で、俳優の前田正明がナレーターを担当した。乱歩原作そのままの、です。マスチョーの丁寧語が用いられ、前田独特の安定感のある語りが物語を、引き立てている。少年探偵団は二重面相によって、夜の宝塚ファミリーランドに誘い出される、初代の二十面相のアジトには、 つまり、旧公園、アジト内部には、スマ水族園が使われている。宝塚ファミリーランドや阪急西宮スタジアムなど、現在ではもうない阪急関連の施設が舞台となった、会も多い。制作を担当した宝塚映像は、かつて、小津安二郎、岡本喜八、熊井依らの大作を手掛けたこともある関西唯一の、東方系映画制作会社の宝塚映画が、前身だったが、 その撮影所も閉鎖された。放映局の関西テレビも阪急東方資本であり、グループ総決集の番組枠だった。本放送後、関西テレビで再放送、3テレビファミリー劇場等の放送局で、晩半の形で放送されたものの、ビデオソフト化や DVD ソフト化は未だされていない。20面相のアジトに使われた。 つまり急公演重厚なストーリー性を重視するため、1エピソードにつき2週1話完結の手法が取り入れられ、犯行前に堂々と予告をしてから獲物を狙う、怪人二十面相と、それを幅ンとする、明智小五郎と小林義夫率いる少年探偵団の巨巨実実の駆け引きをメインに展開された。マンとをなびかせ、 神出鬼没の変装術で少年探偵団を翻弄する謎の怪盗という原作通りのキャラクターを現代に蘇らせた怪人二十面相役には立川光輝が起用され、その掘りの深いバタ臭い要望を、演劇集団、演で長年培った舞台風演技が国籍不明の怪盗像を際立たせていた。ことにダンディな立川二十面相のキャラクター像は、 最終回で明かされた意外な変装術に驚愕の効果を与えている。これは、レギュラーの工場を見て、あることに気づいたプロデューサーが急遽考え出した、サプライズエンディングだったと言われる。20面相の水上スキーでの闘争が、神戸港でロケされた20面相がカ歩した、ビーナスブリッジ2008年12月から2009年2月に、かけて、ファミリー劇場にて再放送された。 パート2は、前作のラストで死んだと思われた二0面相は、実は生きていたという出だしで始まるが、登場キャラクター、舞台設定等は、主役の小林少年を除いて一新されており、両作品の世界観は、パラレルワールドの関係にある。監督は、石田勝信が、大英京都出身の大津一市に交代、高野昌司は留任した。前作では、 明智探偵の活躍が強調された反面、タイトルロールである少年探偵団の印象外を余ったことへの反省から、本作では、明智のポジションは若干引き気味となり、進出規没の二十面相に果敢に挑む少年探偵団の冒険活劇としての印象を強くしている。二十面相は、劇中で阪急西の宮スタジアムと掲げられた頂上の、 看板部分に現れた二十面愛役には山本翔平が起用されたが山本の二十面相は人間を人形に変えてしまうなど怪奇色の強いキャラクターとなり劇中では常に赤い照明が当てられ演出面でも前作とはがらりと変わった不気味さが強調されていた山本は二十面愛役について番組開始当時いつかはやりたかった役なので こんなに早く演じられて嬉しいとコメントしていた。放送当時、阪急西宮球場で行われた阪急ブレーブスの開幕戦では、怪人20面相、現る。と予告され、山本が20面相の入れたちで、始球式に登板した。阪急西宮球場は、劇中でも20面相出現の舞台として登場している。 足屋川で少年探偵団自転車隊の捜査風景がロケされた2009年6月から2010年1月にかけてファミリー劇場にて再放送された。AB 全怪獣怪人下官強文社1990年11月30日381ページ C0676 ISBN4 から 766912098ABC ボナスコレム何度も映像化される少年探偵団超人が報告参画ヒーロー40年の歩み竹書房イオン編竹書房1995年11月30日129ページ C0076ISBN4 から884758749一作目での明智は明智マンションに明智優先放送局とオフィスを構えておりそこが 少年探偵団の集合場所となるが、パート2では、明智スポーツセンターが活動拠点となっている。第1回のみ、佐久間ゆかり。第3回以降は、前川厚美。ありがとうございます。